行くぞ、お願いします。ビール邪魔です。お願いします。あれ、大丈夫ですか？回してますけど。回すな、回すな。ちょっとだけ。マジっすか？いいっすか？よし。いや、素晴らしい。まあね、動きね、リズムがいいね。あれ、筋肉すごいね。本来そうなんだよね。出だし多いじゃん。すごい。来た！みんなフィジカルがすごい。ゆりちゃん。重症だったんですよ。なんとなく、ゆりちゃんじゃないかなと思ったんですよ。パッて声かけてくれたんで、おおって。でも有名人独特の、話しかけてくんなオーラが。姿勢はない。姿勢はない。完全に話しかけてくんないだよ。やっぱりないないない。お前さりげなくそういうオーラ出してんだ。いやないない。多分ね、井上ちゃんも気づいたのは、俺帽子かぶってたから、あの03の。だから気づいてくれたんよ。でそれはしょうがないよな。話しかけてこいって言ったらみんな来ちゃうもんな。いきます。練習盗んどかないとな。今体重どこなんですか？今どうなの？今何キロぐらいあるの？はい、今何キロぐらいあるの？63、4バンタムの時はそうです。バンタムの時は4は行ってなかったんですけど、最近ちょっと4こうする。これ10キロ近く落とすんだ。まあでもあと2ヶ月近くありますもんね。まだ減量はしてないでしょ？全然してない。できますか？じゃあ参りますか。うん、頑張ってください。頑張って。では乾杯。じゃあすいません。ありがとうございます。ああ美味しい。皆さん知ってると思いますけど、はいはい、皆さん、はい、今日はすごいね方が来てくれてます。2年ぶりの登場、ね、井上チャンピオンのジムの大橋会長です。です。よろしくお願いします。いや会いたかったですね。2年ぶりなんで、はい、前回ねもろ2戦の後だったよね、はい、あそうだったんだ。八重石君も一緒にね来てくれて、はい、あいましたね。盛り上がれてました、はい、盛り上がりました、はい、でもどうですか今回フルトン4階級目。いやまあ、これはもう久々に緊張するっていうか。本当ですか？いや、まあもうなんていうのかな、勝つか負けるかの緊張感。本当ですか？今まではもう全然、はいはいはい、全然もう勝つし、倒すか、はい、勝つかしかなかったんだけど、はい、今回勝つか負けるかっていう、はい、初めて迎える緊張感。まあ自分より初めて大きいね。まあ未知のクラスっていうことで、もうやりづらい相手だし、はいはい、もう一番勝ちづらい選手。なるほど。確かにああいう足を使った懐をうまくね生かしたボクサーはなかなかいなかったから、ね。うんうん、まあいいボクサーですからね。先ほどね軽く練習見させてもらったんですけど、あの前スパーリングやってたんだけど、はいはい、スパーリングもやっぱりすごい出来なんで、パートナーは海外から。来週から来るのかな。はい、今あのうちのアマチュアの選手。あそうなんですか。もう拳はバッチリですか。でもバッチリ、まあ良かったですね。もう大丈夫。もう打ってます。ああじゃあ。もう安心じゃないですか。ね、まあ、ただ今日はね、12オンス、まあ、もう気をつけて。ミッド打ちですか？普通は8オンスだけど、12オンスで今日打ってる。あ、ミッドですか？いやいや、まだ怖い、まだ怖いよね。まあ、その辺は気をつけて。また来たら大変なことだ。ミッドですよ。そう、ミッドでも大変じゃん。ちなみに、前回痛めてたのはスパーリングで痛めたんですか？うん、やっぱり、ああ、そうですか。メキシコ選手でやってる時。はいはい、頭。まあでも、はい、
最初はまあそれほどじゃなくて、はい、普段なら本人もやってますと、うんうん、こんな感じで 2,3 社はやってる、はい、まあそうでしょうね。今回はやっぱりフルトンだから。なるほど。で本人はやる気満々だったんだけど、はい、やっぱりパウンド4パウンドのもう日本の宝、はい、大橋ジムを超えた選手なんで、ですよね、うん、でちょっとやっぱり不安があったんで、僕はもう 99% でダメだと、 100% じゃなかったらっていうことですよね、うんうん、もうやっぱり自分が独断でもうすぐもう、全員にもすぐもう配信のところからもう全部もう連絡して、はい、ちょっともうこれ無理なんで、天気の方向でぶっちゃけた話、素晴らしい選択ですよね。こっちの方もね、やっぱり損害はあるわけじゃないですか。それはありますよね。やっぱりあれ、あ、まさか印刷物とかいろいろあるもんね。想像つかないぐらいな。結構な、ね、延期したはあれで、これ清水の店も決まっちゃったんで。はいはい、ああ、良かったですね。逆に良かった。そうか。良かったの。悪かった。そうか、清水君も初めてですね、世界戦。初めてで、まあ、2大会連続金メダリスト。そう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 。ね、の世界チャンピオン。同じ。あ、そうなんですか。1階級か2階級したのね、うん、でロンドンオリンピックの時に清水が銅メダルで、はい、相手が金メダル、はあはあはあ、同じ階級で、まあ、違う階級で、ああ、金メダルと銅メダルで、その時から負けてるんだけど、はいはい、で今回はその金メダルない銅メダルで、あ、銅メダルが金メダルを勝って世界チャンピオンになるかっていう、はい、清水くん減量きつくないですか。きついけど、めちゃめちゃ調子いいですよね。方がやっぱりでもパワーも、あ、そうなんすか、自分の良さも出るんで、あ、まあ、で清水のチャンピオンが来ることによって、はい、でフルトンも来るわけで、はい、本当にもうラスベガスの、まあ、すごい盛り上がるよね。リングも一緒なんで、うわ、そうですよね。金だよ、金金。ちなみに会場はもう、あそこですか、あの有明、有明アリーナ、うん、まあ、本当はね横浜アリーナだったんだけど、そうそうそう、あの実は私も改札呼ばれてましてね、あの横浜だったら近くていいなと思ってたんですけど、それだけが電車で、電車で2本、そう、電車で行こうかなと実際にフルトンどれぐらいの強敵だと思ってるんですか。いや、過去最大じゃないですか、ね、過去最大で。そうですか、いけるかどうかって、まあ、僕ら他人事だからそう軽く見てるんですかね。うん、やっぱりね、それもあるよ、難しいやり方けど、やっぱり身内だとやっぱりこう、なんていうんですか、こう第三者的に見れないじゃないですか。あ、そか、逆にこう、なんていうんだろう、相手をこう過大評価してしまうところはあると思いますよ。あ、そか、でも過大評価してる方がいいですよね。まあまあいいじゃないですか、あ、当然身内はね、語るよって言ってたら危ないからね、あ、ただやっぱり前のドネアの時、はい、第2戦目の時、はい、あの時ちょっとやっぱ肩怪我してて、はいはいはい、それでやっぱり第2戦目ですか。第2戦目肩怪我してて、まあ本当、まあ本当に結構不安を抱えてやってて、でほぼもう左打ってなくて、であの時もすごい心配で、で控室でこうやってる時も本人こう左く強振してなくて、でこう見てたら不安そうな顔してたら、直哉が来て、あ、温存してるから大丈夫です、でそれやっぱ聞いた時あ、やっぱりやんない方が良かったかなって、なんか試合を、うん、これやっぱ中心しとくべきだったなと思って、それがあったんで今回も、なるほど、もう迷いもなく、もう速攻で。でもまだね、2ヶ月近くあるんで、不安は不安ですね、また痛める可能性もあるんですね。もちろんそれはもう常にですよね、うん、まあね、どっちの拳も、はい、あのね、いろんな、まあ、ボクシングの練習はまあ怪我つきもんなんで、ですね、まあ、ハードパンチですからね。でも井上チャンピオンの場合は相手が強い強いと思った方がこれいい、ね、うん、動きができるんだよ、ね、すごい弱いなっていうのを完全に見たら分かる選手はあんまりね、ピリピリしてないもんね、まあ、そうなんですよね、やっぱり俺が一番不思議に思ったのはバトラーとやった時、ね、バトラー4団体、はい、ドイツの時はバトラーね、はいはい、あの時 NHK でなんか特集番組やったんですよ。ああ、見ました見ました、プロフェッショナル、はいはい、見ました見ました。あれ見とる初めて知ったんだけど、はい、あの普通は言わない、はい、あのやっぱり相手がちょっとあれなんで、はい、モチベーションが上がらないと、はい、それ試合前に言っちゃったんだ、言っちゃった あれ俺すごい、それ初めて見たんでそんなこと言ってたんだと思ってバトラーは逃げ回って逃げ回ってるんで、だからちょっと相手が不足なんで正直まあ、ね、正直、まあ、見ちゃったら分かりますよね、映像見たらね。でそれをでも口に、なんとなく分かるけど口に出さないでしょ、あ、それも終わってから NHK で見てそれ言っちゃってたんで、すごいな。びっくりした。ダスマリノの時もそうじゃないですか。これまあやっぱり
防衛戦、まあ指名試合なんですけどね、それ指名試合なんだけど、ちょっとやっぱり相手がね、ちょっと隠した、ね、映像を見たら分かりますよね、絶対ね。でこの間 の, あのマロニーか、あれもね、昨日だか一昨日世界チャンピオンになったし、はい、全然弱い相手じゃないんだけど、そうだからね、ドネアの時のあのピリピリがまた今回見れるなと思ったら、これはやっぱり相当な面白い防衛戦ですよ、ね、でもドネアの時はだから負けると思わなかったけど、多分判定勝ちになると思ってた、うん、2戦目は。ああ、そうなんですか。うん、やっぱ打てないから、まあジャブジャブワンツーで、はい、まあこれでまあ判定で勝てばいけるなって、それぐらいな感じだった。それをまさか2ラウンドでやんな。なんですね。だって本人も途中までは、いや今日は早く行きませんよって言ってましたよね、うん、でも本人の一瞬のひらめきで、いや今倒さなきゃと思って倒したっていう。逆に1戦目はどうだったの、万全だったんですか。いや1戦目は1ラウンド終わって2ラウンド目でもうすぐ余裕の動き出したんで、あ、これもうすぐ次のラウンドで多分終わるって俺周りに言っちゃってて、そしたら余裕持って一瞬余計速攻で、ね、バチンとだって眼科でやって、はいはいはい、で次ねこの間かすって一発でこっちも目切れて、一発なんですかね、一発で眼科で目切れて、パンチだったらね、まさに先行です、ね、初めてですよね、自分からクリンチ行った、うん、その後のラウンドか、うん、ガーッと下手くそなんか初めてだから、初めてやってるから下手くそだった、確かに、はい、だからそんぐらい強かったってことですよ ね, ね, でね、ほら片目も、はい、相手がもう23人目から、ね、見てるわけですか、こういうふうにね、あの試合もだからハラハラだったかな、あ、まあでもいい試合でしたけどね、見てる方は結果いい試合だったけど、本人、ね、は全然ヒヤヒヤしてなかったんじゃないですか。いや、やっぱり22メートル初めての経験ですよ、しかも、うん、であとしかもガッツリ出るように見えたけどね、あと血が出てたんで止められちゃうって心配も、そうかそうかそうか、でね、10ラウンドだけガクッときた、そこをやっぱり見せないとこがゆめちゃんの強さですね、9ラウンドとかガクッてなって、あの時ももう終わったと思ったしかし精神的に強いね、で、あの1試合で打たれ強さ、終盤スタミナ、うん、その勝負強さってあれ全部出しましたよね、そうね、前回だから、あの、うん、2年前に会場で聞いたら楽しかったと言ってた、ね、本人がね、言ってた、すごいっすね、すごい精神力だった、楽しかった、楽しみながらできるって、うん、僕いやいややってましたからね、あんなヒヤヒヤした ね感じだった、すごかったな、あれはすごいっすね。で過去に誰が一番強いって、あのユナイチャンピオンからしたら誰が一番強いって、やっぱりドネア、まあ、やっぱドネアって言ってますかね、まあそうですよ、試合見る限りは、まあ、ドネアっぽくないですか、ね、なんとなくドネアが一番ドネア、まあ、ただ2戦目のような感じになる自信はもともとあったみたいで、あ、うん、いや1戦目がたまたまこうなって相手がこう何人に見えても結局判定で勝てたんで、はい、普通だったらやっぱりいけるっていうのはあったんじゃないかな、試合前も今回は圧倒的な差で勝ちますよって本人もね言ってましたからね、まあね、あの時本当肩がね、なんか本当全然あんたもダメだよ、会長としては心配で、いや心配でしたね、さっき気づいたけど畑はやっぱりあの近寄せないオーラを出しながら歩いてたって、それは彼なりのジョークでしょいや人気ある人は面倒くさいじゃん、彼なりのジョークでしょ誰でも寄ってこいよって顔したらみんな来ちゃうじゃんね、そっちの方がいいじゃないですか、俺最近そうでしょ、大変だろそれ、たまに変なやがらっぽいやつ来たらそういう出しますけどありがとうねっつって、よしもありがとうねって言いますよ、すみません、特に YouTube 見てるって言ったら、おお、そうなんだ、ありがとうって、世界チャンピオン出るだけなのに、あの YouTube で家に飾ってるんだ、YouTube だと10万人くらいの盾もらえるんですよ、10万人になると、その盾、私にチャンピオンベルトあげてるんですよ、チャンピオンベルトあげてるんですよ、ベルトは持ってないですけど、どんなカーリボンや、カーリボンじゃただバカで物欲がないんだよ、物欲じゃないじゃん、金しかないんじゃん、これもらってるんだよ、盾もらってるんだから物欲じゃないか、あ、そうか、物欲これ逆に今度の不安要素って何なんですか、ここからの話は声をぐちゃぐちゃにしていいですか